グラスゴー大聖堂、またはグラスゴー公共会、聖ケンティガーン大聖堂、聖ムンゴ大聖堂はグラスゴーにあるスコットランド国教会の聖堂。スコットランド宗教改革以前に建てられ、ローマカトリック教会のグラスゴー主教、大主教、続いてスコットランド国教会のグラスゴー大主教の所在地であり、現代ではスコットランド国教会のグラスゴー長老会の 所在地になっている。ハイストリートの北、カテドラルストリートの東で、グラスゴー王立診療所の隣にある。グラスゴー大聖堂は、スコットランド宗教改革以前の12世紀末に建てられ、歴代のグラスゴー司教、大司教、大主教の所在地になっている。スコットランド式ゴシック建築の一例であり、スコットランド宗教改革を生き延びた数少ない。 中世スコットランド制度の一つである。1502年12月10日、スコットランド王ジェームズ4世は大制度の祭壇で永遠平和条約を批准した。また1544年と1560年に起こったグラスゴーの戦いにも影響している。宗教改革から20年後の1581年4月22日、ジェームズ6世は土地の一部からの収入を 聖堂の維持費として、グラスゴー氏に支払った。ジェームズ6世はこれらの土地の所有権を、グラスゴー大司教ギャビンダンバーが聖堂を修復した、時の残金までたどった。グラスゴー氏議会は1583年2月27日に、聖堂を修復する責任を認めることを決議したが、義務ではないとも記録した。この決議により聖堂は、宗教改革を生き残り、 聖堂内にある内人仕切りは、スコットランドの聖堂において現代まで残った数、少ないものの一つである。ありがとうございます。